関都地からは、北海道小樽市出身のノルディック複合、クロスカントリースキー選手。旧姓小樽商業学校札幌鉄道管理局、小樽商業時代の1933年、第11回全日本スキー選手権大会の、ノルディック複合個人と、クロスカントリースキー個人長距離の少年の部で優勝。卒業後札幌鉄道管理局に入り、百三十五年の、 全日本スキー選手権大会のノルディック複合と、クロスカントリースキー個人長距離の青年の部で共に2位となり、翌1936年のガルビッシュ・パルテン・キルヒエンオリンピックの代表に選出される。同オリンピックのノルディック複合個人では35位、クロスカントリースキー個人長距離では55位、4X10km リレーで12位だった。また、 同オリンピックより採用されたアルペンスキー競技のアルペンスキー複合にも出場したが後半の回転で失格した。その後はクロスカントリーに専念し、1939年の全日本スキー選手権大会クロスカントリースキー個人対級では前年まで2年連続優勝をしていたただの広志を破り、念願の同大会青年の部発優勝を果たした。 小柄で物静かな性格だったが、心配機能はずば抜けており、スタート時もゴール時も脈拍はあまり変わらなかったという。引退後は1976年のインスブルックオリンピックで、スキーチームの監督を務めたほか、全日本スキー連盟理事、北海道スキー連盟副会長なども歴任した。弟の関戸末広もクロスカントリースキー選手で、後に3番ゴムスキー部や陸上部を指導した。 ありがとうございます。